私は大王神ブロミックレア、どんな日でも晴れに変えますわよ。大王神ブロミックレアは地方担当の怪物だ。なんか地方担当か大王神なんて言われば倒してやるわい。本当に奴は強いぞ。私たち3人も一瞬でこの動画も見れなくなるんだ。この大王神は今どこで何してるんですか。おそらく今日も普通で晴れにする作業をしてると思うぞ。はい、大王神地獄に決定。勝手に決めるな。実は私も大王神に敵対してるんだ。奴は月を滅ぼそうとしているからな。はい、大王神地獄に決定。私が地獄耳ってこと知らないよ二人さん。え、おかしいな大王神ブロミックレア、よくここまで来れたな。見張り担当もいないこんな無防備なお月様、誰でも入れますよ。本当に月を守る気あるんですか。ああ、もちろんあるとも。いうこと聞かなの、仲間たちはもうクビにしたが、今の私には頼もしい二人がいるぞ。3対1で私たちの方が。1対1ですよ、周り見てますか。頑張れ頑張れ月の帝王、全力全開の月を守ろう。晴れより雨がよかったと倒す。雨より晴れがよかったと。あ、太陽神倒すのやめようぜ。あ、リズム全然マットランジ。ほんと月の帝王を裏切る気か。だって太陽神いなかったら晴れにならないし、ずっと雨だったら洪水になってやべえことになるからさ。そうか、じゃあ大王神を倒すのはやめとくぞ。お主我を裏切る気か。今まで道理勝手に雨にすりゃええやん。わざわざ大王神倒す必要ねえよ。一番やべえのは太陽がなくなることだからさ。月はなくなっても誰も損しない。太陽がかったれるのがみっともない。月なんて私が滅ぼします。あー、終わりか。皆既日食見れなくなるじゃん、やめろよ。大王神を倒してしまうと普通が大変なことになるから、これは非常に難しい状況だが、さて今日は寝るとしよう。あー、終わりか。あらあら、もうこんな時間ですか。私も寝るとしましょう。